はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回に関しては JC120 のですね、最も歪みを乗せやすい EQ のインプット雑誌の設定、これをちょっとやってみたいと思います。はい、やっぱりですね、そのアンプのそのギターのノリ、音の太さとかそういうのを考えるとポイントはミドルにあると僕はいつも思っております。で、前のですね動画とかでもポツポツお伝えしてる通りなんですけど、ミドルは基本マックスフルテンで動かさないっていうのが、まああくまでまあ僕の好きな音なんですけども、まあここは譲れないというところでございます。で、まあ皆さんのギターとかですね、まあ環境も違うと思うので、まあこの JC120 で使える裏技とか、まあこんな音出せるよとか、そういうのをちょっとご案内してみたいなと思っております。ちなみに今ですね、フリードマンのクローンを全部フラット状態で鳴らしております。今ですね、まあ別画面でも JC の設定を映しておりますが、ボリュームが9時ぐらい、トレブルが9時ぐらいで、ミドルがフルテン、ベースが10時ぐらいというのが今の設定ですね。それでこういう感じの音です。いかがでしょうか。結構これでボリュームをクッとちょっと上げるとね、まあ、ライブでも使えるような感じ、てかこれぐらいの音量でいいような気もするんです。結局マイクで拾って音を大きくするんだよね。はい、でここからですね、ちょっとずつ小出しにしていこうかなと思います。この音をちょっとだけ音を太くする場合、あることをします。分かりいただけましたでしょうか。このディストーションのスイッチの最初のカチッっていう音、カチッっていうスイッチを入れるだけでちょっとだけ音が太く、中域がグッと上がるような、そういう感じにできるんで、まあ、ここから EQ を触ってもいいですよね。あとはですね、ちょっと変えてみましょう。これ次のポイントなんですけど、やっぱこれが一番音いいかもしんないですね。あのね、トレブルゼロ、ミドルフルテン、ベースゼロっていう超極端セッティング、これがもしかすると歪みが一番乗るかもしれないです。実はですね、これあのマルチとかエフェクターを使う時の JC120 のオフィシャル推奨セッティングのようです。僕もこれ調べて分かったんですけど、推奨のセッティングであると。もう一つだけあるんですよ。これがもう一つの推奨セッティングなんですが、ですね、トレブルとミドルとベースを同じだけ1メモリぐらい上げるんですよ。ちょびっとだけ、本当気持ちだけちょびっと上げるんです。で、ボリュームをクッと上げます。真ん中近くまで。スーッとこういう音がするんですよ。するんですね。これもいいな。まあ、ちょっとですね、完全にカメラでどういう音が取れてるのかわかんないですけど、JC の音作りはこんな感じかなと思っております。ですね、あ、ちなみにですね、この JC の、まあ、どういうインプット雑誌で音作りがいいのかと、小沢さんですかね、コメントいただいておりましてありがとうございました。ちょっとでも何か参考になればいいなと思ってこの動画上げさせていただきます。もし何かいつでも質問などございましたら、コメントいただければと思います。はい、まあ、もうちょっとジャズコに関しては音作りを詰めていきたいなというところでございます。次回は何しようかな。あ、そう、次回はですね、 OCD に関してです。これをちょっとやってみたいと思いますのでお楽しみに。本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。